幽霊子育て飴は、京都市で売られている飴である。幽霊、子育て飴死んで埋葬された女が赤ん坊を産んで、飴で赤ん坊を養っていたという話や、その子供が長じて高想になったという話は、日本各地に伝わるが、京都では、幽霊子育て飴が実際に売られている。京都市の東山区松原通りの六道の辻近くに、飴や、港や幽霊、子育て飴本舗がある。 六道の辻は京の早々の地の一つである鳥辺野の入り口にあたる場所である。港屋で売られている幽霊子育て飴に添えられた由来によれば、慶長4年に女性が亡くなり埋葬され、数日後にその土の中から子供の泣き声が聞こえてきたので掘り返すと、亡くなった女性が産んだ子供であった。ちょうどその頃、 毎夜飴を買いに来る女性があったが、子供が墓から助けられた後は買いに来なくなったので、この飴は幽霊子育ての飴と呼ばれるようになった。その時助けられた子供は8歳で出家し抗争となったとのことである。京都市の上京区七本松通りにある立本寺でも幽霊子育て飴が販売されている。立本寺の説明によれば、女性は舞夜一文銭を持って雨や。 港屋に飴を買いに来たが、七嫁の一文船は、しきみの葉とかし、不審に思った飴屋が、女性の後を追って行って、女性が姿を消した寺の墓地で、赤ん坊の鳴き声を聞きつけ、助けられた子供は後に出家して立本寺第二十世、霊主院美心商人となったと伝えられている。大黒寺にも幽霊、子育て飴伝説がある。大黒寺の幽霊は、明治十二年に、 第三子を妊娠中に亡くなった、八代密女のことと言われ、寺内に墓がある。桂米長によると、情報落語の二代目、桂文之助による落語に、幽霊飴という話があるという。夜、女が、六道あたりの飴屋に飴を買いに来るというあらすじは、ほぼ同じだが、落語では、女が姿を消した墓の場所が、高台寺というオチになっている。伝説では、 水飴だったが、今は、固形で琥珀色のものを取り扱っている。原材料は、爆画水飴、砂糖。港や幽霊子育て本舗、柳田国を赤子塚の話、定本、柳田国を週中2地区処房昭和38年、六道の辻を歩く2016年12月、立本寺サイトで確認六分の名線を、一晩一分ずつ使えば六夜で尽きる。 幽霊雨、立本寺。2016年12月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年12月10日閲覧。大黒寺幽霊雨伝説系、大見祭時期第46回、研究発表会 NPO 法人京都観光文化を考える会、宮古草、桂米朝、高大寺から、米朝話情報落語地図毎日新聞社1981年。 ありがとうございます。